ごいですね。皆さん、ほら、見てください。彼女が動き出しました。いよいよ彼女が夢から覚める時が来たようです。もう少女の時代が終わり、君は一人の霊に、この街で知った喜びを、多くの人たちに届けるんだ。ちょっと待った。私の約束してくれ。夢は忘れないと。私は夢を忘れ、つまらない大人になった人たちをたくさん見てきた。君はそうなるな。さあ、
が立てるのは6名か、日本初の武道会場がそこにあります、それから日比谷はエンターテインメント、そして舞台、映画、あらゆるものが発展してきました。そこで少しお聞きしてよろしいですか。はい、じゃあ中川さん、はい、この日比谷といえば、はい、自分の村、村ですね僕だけじゃなくて今日お越しの皆さんにとっても日比谷はすごく思い出のある街じゃないでしょうか。どうでしょうか。シアタークリーのカルスバ劇場、そして日比谷、山本ありますよ。そうですよ、もう当てるブロードウェイなんて目じゃないぐらいですよ。ですよね。それからどんどんマスク戦